今ですね、これからの、まあ、障害物回避ですねの準備をやっていて、色現場、この現場今初めて入ったんで、ここで色の調整をやっています。まあ、調整終わり次第始めたいと思いますので、もうしばらくお待ちください。再配置されます。準備はできましたか？はい、では行きます。軽快に間をくぐって深掘りしました。さあ17秒96、さっきより速くなりましたね。作戦として、最初に蹴って通ったところまで、ロボットが追いついて、そこから自分でボールをハンドルしながら、くぐり抜けていこうと思っています。いいですか？はい。さあ、うまくくぐり抜けました。さあ、次はロボットはあのホールに追いついて、2つ目のホールとホールの、あ、これもやり直すそうです。さあ、これはここで止まればいいですが、一応フィールド内には残っています。さあ、この位置で位置でもここまでロボットはちゃんと歩いていって、お、ちゃんと横を歩き、お、ちゃんと下がりましたね。偉いですね。さあ、方向としてはいい。さあ、このままうまく蹴っていけ。さあ、残り8分でどこまでいけるか。さあ、反対側のラインを越えました。今年はこの先どこまで行けるでしょうか。さあ、越えました。着実に行けそうですね。もう少し。もうボールはライン上です。ボールがちょっと戻ってしまいましたが、もう、はい。10ポイント満点を終えました。だそうです。じゃあ対人間、あ、一応ロボットを目標にするんですか。あ、人間ですね。ちょっと弱いか。あ、しかし届きましたね。はい、本来はロボットなんですが、今回は人間が蹴ります。あ、ちょっとなんかかなり後ずさってますけど、あ、前に出てきましたね。はい、じゃあ次は人間の方が蹴ってあげます。お、うまく止めました。ちょっとチーム紹介してなかったので紹介します。一番最初に喋った今川拓郎です。メインのですね、この技術のソフトウェア、それから、筐体の設計を担当しました。その横に松村、大阪大学の石黒研の学生、です。で、高橋さんの厳しい指導のもとにですね、この外装パーツ の 3D の設計、そして、泣きながら磨いてました。あと色を塗ったりもしてて、彼手真っ黒なんですけど、昨日の夜もですね、ずっとさっきまで V 作ってたので、まあ、そんな状況です。で、このロボットのですね、デザイン、それから機構の部分でいろいろご相談いただいている高橋さんで、チーム監督として、口だけ達者な大和です。そして、技術のですね、責任者